小泉新ですあ。まあね、えー、世の中には、ね、反対意見の人もいると思うんですよ。でも反対意見の人も一緒に仲良くやることが大事だと思うんですね。えー、水と油とような反対意見の人もいると思うんですけど、水と油も混ぜればドレッシングになるわけです。はいえー、まあ、水と酢なんじゃないかとあ、間違えました。油と酢なんじゃないかという意見もありますけど、まあ似たようなものです。酢と水はまあ似たようなものですね。油に対してはね。 ただね、あのその配合割合が大事だっていう方いらっしゃると思うんですよ。配合割合はえっ、ー、と大体ね。あの水と油何パーセントずつがいいのかなってだいたい今ですねえー。私がおぼろげながらに浮かんでるんですけども。もえー、おぼろげながらにね。うーん。ントぐらいかなと。 はい、油が46%ですねあ、それぐらいがいいんじゃないかなと思ってるわけですあのね、こういう反対の立場の人も混ぜてね、美味しいドレッシングにするっていうのはね、やっぱり大事なことなんですね、ちょっと今しゃべってて、あの新次郎さんの物のまねなのか、それともお父さんのね、順一郎さんの <laughs> なのか、よく分かんなくなってきましたけど、まあ、親子だからいいんじゃないかなと思うんですけどもね、ですからあの東京オリンピックなんかもあの、賛成派と反対派がいらっしゃるわけですよ。こののの賛成派派と反対派のねあのまあ コリコリについてね、えーまああのえー、水と油じゃないかと言うんですけどこの水と油も要するに混ぜればいいわけですねだいたい私の感覚ではですね、えー、と東京オリンピックの反対派の方ってのは、まあ、50%はいないと思うんですけどたいどれぐらいの方が、えー、オリンピックに反対されてるのかというとですねうん今お風呂上げながら浮かんできたんですけど、えー、46%ぐらいかなと。 はい思うわけなんです。ですからその賛成派とですね反対派の方を混ぜてですね水と油なんですけど混ぜて、えー、東京五輪ドレッシングを作ったらいいんじゃないかなと思うんですね。で、ね、東京五輪ドレッシングを作りましてであの成果あるじゃないですか成果の残り火でですねあのバーベキューをしてでそのバーベキューの付け合わせのですね野菜にその東京五輪オリンピック東京オリンピックドレッシングをですね、えー、使うとこれあの皆さんあの喜ぶんじゃないかなと。 これ、国立競技場でお土産として売ればいいと思うんですよね。ただ、そのお持ち帰りのレジ袋は有料に、えー、させていただきたいなと。あの、このように思うわけなんですけどもね。まあ、本来ですね。その。オリン、東京オリンピックもね、いろいろ心配なさっていらっしゃる方いらっしゃるんですけど。あの、リモートワークでやればいいんですよね。あの、私も、あの、先日、ちょっと、えっ、ー、と、お腹のね、あれで。あの、入院しましたけれども、あの。まあ、退院後もね、リモートワークができてるおかげで。 公務もリモートでできるものができたというのはリモートワークのおかげですからそれも非常に良かったことだと思ってますと、まあ、こう申し上げてですねそれがトスポさんの記事になってるんですけどやっぱり東京オリンピックもですね私信じて思うんですけどもリモートワークができてるおかげでオリンピックもリモートでできるものができたというのは、まあ、リモートワークのおかげですからこれ非常に良かったなと。 <laughs> そういう意味では東京オリンピックが歴史に残るあのオリンピックになるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、私こういう風にね、あのー なんかずっとまあ本当あれですよあのイケメンの、えー、まあ爽やかな青年ということでねずっと打ってきてるんですけど私もまあ環境大臣やってすっかりあの私、えー、小泉進次はですね、えー、あの今ちょっと一瞬ちょっと <laughs> 安倍さんの口調が合いそうになってやばくなってましたけどねああのまあ、私も総理総理候補総理候補と言われてね次の総理いつ私なんだって、えー、もし河野さんがやって私がやるとですねなんとあの。 えー、菅さんと3人連続で、えーまあ、神奈川県から総理が出るってことになってしまうんですけど、まあ、それも仕方がないのかなと思うんですけども私はですね総理になる,、えー、なるのはいつ,いつぐらいかなとちょっと考えてみたいるんですけど私がそうですね今私あの40歳なんですけど、えー、私が何歳ぐらいになったら総理になるのかなと、えー、思うんですけどもそうですねあの皆さんもお分かりになっていると思うんですがお風呂上げだからに、ね、数字が浮かんでくるんですよね。 えー、あの46歳ぐらいかなと46歳ぐらいになったら私は総理になるんじゃないかなと、えー、おそういううに思うんですね、えー、でそれまではだから菅さんか河野さんが、えー、やってでそうすると神奈川から三えー、総理大臣が出るっていうね、まあ、そうおぼろげながら、ね、そういうものを見えてきてるんですけどもということであの、まあ、私が言いたかったのはね私あの小泉進次郎がいいと思う人も、ね、悪いと思う人も。 あのそれはもう水と油ですけど混ぜれば美味しいドレッシングになりますからねそれをちょっと新次郎ドレッシングとして売り出そうかなとその背後いで今おぼろげやがに見えてるんですけどねあの小泉新次郎反対派46%ぐらい混ぜると美味しいドレッシングになるのかなと思うて、でそのドレッシングで皆さんぜひ新次郎の,あの爽やかな弁か私新次郎のえ爽やかな弁慄と同じぐらい爽やかなドレッシングになると思います。 以上小泉進二郎でした。おぼれけらがにこの動画の再生回数が見えてきました。大体この動画の再生回数はおそらくおぼれけらがに見えてきたんですけど、四十六回ぐらいですかね。